ことね。ちょうどよかった。今あなたを訪ねようとしていたのです。もとより天使は風邪などひきませんよ。あれはどちらかというと環境的な問題です。私たち天使は霊力という天界特有のエネルギーによって肉体や体力を維持しています。もちろんそれは人間界や他の世界には存在しないものですから、普段は周囲の代用できるエネルギーを探し、この姿や力を保っているのです。多少燃費は悪くなりますが。ねえ、それがなければ私も十全の力を発揮できません。はい、実はこれについてあなたに助言をいただきたく。はい、昨日届いたばかりの新作です。それでなのですが、今映っている選択肢の中でどれを選べばよいと思いますか？難解でしょ。ただでさえ人は千差万別だというのに、その心を読み解くなど。こうなれば秘技総当たりで正解の選択肢を探し進めるしかないのでしょうか。そうです。しかも原作はマルチエンディングなので、ドラマ版とは違う結末が待っているのです。例えばとあるルートでは死ぬはずの、ああ、ネタバレを語るわけにはいきません。あとはぜひあなたがプレイする気になったらのお楽しみということで。私はこの
欠点を指摘するという選択肢が正解かと思うのですが。なるほど。言葉ではなく行動で好意を提示するという手段ですか。その対応方法は実に参考になります。はい、それはもちろん。ことね、今日のあなたはなんだか。いえ、何でも。相談に乗っていただきありがとうございます。ではまた後ほど1階で。いやー、兄貴が人間界に出入りしてることは知ってたっすけど、まっさかこんな場所に通ってたなんて。他の魔獣にも襲われないし快適っすね。そうかよ。んじゃあ今すぐてめえにとってトラウマの場所にしてやろうか。うっせえこのストーカー野郎が。ストーカーなんすかそれ。褒め言葉的な。あ、こめかみから不穏な音が。待って、兄貴、砕ける俺の顔面が冗談抜きで砕けるっす。見ての通り、イグニスの自称射程くんがアンシャンテに来店しちゃってさ。我らの後を尾行し、アンシャンテのゲートへたどり着くとは、全く気がつかなかったぞ。こいつ、逃げ足と気配の消し方だけは超一流だからな。くそ、俺としたことが油断してたぜ。まあ、伊達に兄貴の射程は名乗ってないっすからね。琴音さんでしたっけ。喫茶店ってのはよくわかんないっすけど、要は物々交換をすりゃ俺もここに出入りしていいんすよね。やった！なるほど。つまり新たな常連がこのアンシャンテに加わるということですね。では私が先達としてここでのマナーを享受して差し上げます。よろしくお願いしますね、ドローミス。うし、名前違うっすよ。俺の名前と口癖くっついちゃってるじゃないっすか。ドローミッスよ、俺の名前は。ん？ドローミッス、合っていますよね。なあ、もどかしい。兄貴の方から説明してやってほしいっす。
け、やなこった。第一よろしくもさせねえよ。てめえにはベスティアでの仕事がある。え？てめえはベスティアに戻ってアルムムたちの動きを探ってこい。それと、てめえら俺の動向を掴んでやがったな。ドローミを襲ったのもそのせいか。単純バカの牛肉風情にしちゃ頭を使うじゃねえか。その情報どっから流れた？言え。俺の情報が流れてんのが気に食わねえ。どこの雑魚だか知らねえが、出所を掴んで持ってこい。兄貴のお役には立ちたいっすけど、俺もちょっとはここでのんびりしたいっす。その情報さえ真面目に探すなら、いくらでも出入りを許してやる。その代わり、サボるようなら。サボるようなら？てめえの腕と足を曲がっちゃいけねえ方向に曲げる。了解したっす！ポジティブだな、てめえも。ありゃどう考えてもうるせえやつだろうが。いや、琴音ちゃん、ちょっと遅いけど朝食を取りに来たよ。そうだな。それじゃあサラダとトーストのモーニングセットにホットケーキ、それからセットとは別口でベーグルサンドをお願いしようかな。実は昨日夕飯を抜いちゃってね。お腹空いてるからこれぐらいは余裕でいけるよ、多分。なあ琴音、こっちもいい？日替わりコーヒーにアメリカン、エスプレッソとカフェモカを一杯ずつ。辛口カレーとナポリタン、ハヤシライスにエビフライセット、あと分厚いステーキが食いて。我はシーザーサラダと果実のスムージーをお願いしたい。ゆで卵もつけてもらえるだろうか？みんなそんなに空腹なのですか？では琴音、追加で恐縮ですが、私もパンケーキをお願いできますか？ありがとう。ゆっくり待たせてもらうから大丈夫だよ。よろしくね。言ったか？問題ないだろう。あの量の注文ならしばらくは料理に集中してこちらの会話も聞こえないはずだ。さてと、それで陣外将軍、例のベスティアでの一件、コロロの仲間たちが駆られたであろう現場を見てしまった彼女だったけど、君たちから見て今の彼女の様子は？悪い意味で変化なし。表面上はいつも通りだね。俺たちに心配させたくないっていうか、自分自身で落ち込むことを良しとしてない感じかな。おそらく彼女としては自分が望んでついていったゆえの結果だからこそ、それを嘆くのは筋違いだと。そう、自分を律しているように見える。そっか。
真面目な彼女らしいね。イグニス、お前が気に病む必要はない。反対を押し切り彼女を連れていくと決めたのは我々の方だ。別に気に病んでなんかねえよ。ただなんつうか、あいつが妙におとなしくて調子が狂うっつうか。それを気に病んでるって言うんじゃない。とりあえず時間が経てば言えることかもしれないけど、俺たちからもできるフォローを。あの、質問をよろしいでしょうか。先ほどから何の話をしているのです？は？いや、何のも何も。先日のベスティアでの件、それを目撃したことに落ち込んでいる彼女について話しているのだが。落ち込んでいる？なぜ？パークスの群れが殺されちまったからに決まってんだろうが。うん、確かにあの件は悲劇には変わりないでしょう。しかし、それはパークスにとってでしょう？彼女には何も関係がないではないですか。関連性が理解できません。コロロがいるであろう。その親が死んだかもしれぬのだ。彼女が嘆くのは当然ではないか。お？なぜです？彼女とコロロの親に何のつながりが？みんな何をそのように懸念しているのです？それに琴音は今朝も笑顔を見せていました。落ち込んでいるというのは気のせいでは？そりゃ強がってるだけだろ。なんでわからねえんだよ。強がる？いる。例えばだけどさ、今朝の彼女のその笑顔とかに何か違和感を覚えたことは？違和感ですか？なるほど。言葉ではなく行動で好意を提示するという手段ですか。その対応方法は実に参考になります。はい、それはもちろん。今日のあなたはなんだか、いえ、何でも。相談に乗っていただきありがとうございます。ではまた後ほど1階で。何か思い当たることがあるのだな。そういえば私と話しているとき、琴音の声を弱々しく感じました。それに笑顔もどこかいびつで。あ、もしやあれが落ち込んでいる状態？正解にたどり着くまでが長えよ。これこそいるって感じもするけどね。理論構築、概念補強、完了しました。つまり、みんな彼女を励ましたい、そのような解釈で良いでしょうか。まあ、そうだね。できれば彼女に悟られないように自然にっていうのが理想だけど。であれば、それは簡単なことです。なんと、何か妙案があるのか。あ、箱入りてめえ、適当吹かしてんじゃねえだろうな。いいえ、任せてください。該当事項を一度に解決する
素晴らしき方法があります。それは琴音をデートに誘いましょう。よし、ミシェル、翻訳お願い。え、いやごめん、これはむしろ俺も翻訳してほしい。あ、そのいる、デートとはつまり合い引きのことか。そうです、男女が二人きりで甘くとろける時を過ごすあのデートです。それのどこが解決策なんだっつうの。必要なのは彼女からその懸念となる記憶、その印象を少しでも和らげること。凄惨な光景を見たのであればそれを上書き、もしくは中和するだけの穏やかな時間、記憶を提供すれば良いのです。それに今回の出来事は異世界関連、つまりアンシャンテからひとときでも物理的に距離を取ることも大切かと。何も全てを彼女に忘れさせろと横暴なことを言っているのではありません。軽減するための一手段です。確かに聞いてみれば悪い案ではないのか。むちゃくちゃなこと言ってるような気がするけど、不思議と正しい気がしてくるね。さすがは天の使い、理論立てたそれっぽい説得が上手だね。仮にそうだとしてもよ、別にデートっつうか二人きりである必要なくねえか。楽しませるってだけなら、あいつの性格上カリアとかも含めて全員で。いいえ、イグニス、男女で二人きり、そのシチュエーションこそが大切なのです。普段とは異なる優しさやふと垣間見える意外性にときめき癒される。デートイベントとはそういった各種をこなし、自然と笑顔になっていくものなのですから。おい、こいつ確実にゲームと現実を混ぜてんぞ。けど琴音ちゃんに気分転換が必要なのは事実だしね。かな、物理的に少し距離を取るっていうのは俺も賛成、ありなんじゃないかな。我にできることがあるのか少々不安が残るが、誠心誠意を尽くすとしよう。たく、けどまあベスティアが原因っちゃ原因だしな。それであいつの空気が変わるってんならやってやるよ。では皆賛成ということで決まりですね。今後おのおのでタイミングを見計らい、彼女をデートに誘ってください。もし自信がない場合はアンシャンテの中で最多乙女ゲームプレイヤーである、つまり女性の心を誰よりも理解している私が、共に最高のデートプランを検討いたしましょう。その女心を指摘されるまで全然察してなかったのはどこのどいつだ。
琴音か。すまないことね、我としたことがうっかりと。なあ、その、琴音。あなたさえ、あなたさえよければ、なのだが、今日一日、我と、で、行動を、共にしてもらえぬか。いや、そうではない。今回はごくごく私的な用事であなたを誘ったのだ。ああ、それはその…そうだ、裏庭の花壇にだな。新たな花の苗を植えようと思っているのだが、どのような花を選べばよいか、あなたの意見が聞きたくてな。こちらの店主殿ともガーデニングについてよく語り合っている。がしかし多忙のようだ。ひとまずはここで花を見繕ってみるとしよう。それはイベリスという花だ。英名ではキャンディータフトと呼ばれているらしい。ソーアン殿に尋ねてみたところ、本当に菓子が由来の名前だそうだぞ。その姿が砂糖菓子に酷似していることからそのような名が付けられたそうだ。その花が気に入ったのか。そうか、
ではそれを購入するとしよう。ああ、たった今選んだ。我もその花を美しいと思う。それに歌詞の名を持つ花だ。甘味も提供するアンシャンテにはまさにぴったりではないか。無論だ、他でもない、あなたが選んだ花なのだから。俺が知るわけないじゃん。キュウ！あ、こら、こぼれるからやめろ。お前にコーヒーは飲めないぞ。コロロの家族見つからなかったんだ。ごめん、俺が後押ししたせいで危ない目に遭ったんだよね。ねえコロロ、ちょっと貸して。なあ、お前懐いてくれてるの、俺のそばが心地いいんだろ。ベスティア、寒いんだってな。だから親近感覚えてんの。俺がお前の親代わりになるよ。本物の親が見つかるまでさ。ことね、コロロのこと忙しい時は俺に任せてくれない？俺はまだ中学生だし、正直この店に貢献できることなんてほとんどないって悩んでたけどさ、やっと自分にできることを見つけた。うん、俺少しだけどわかるんだ、こいつの気持ち。自分の居場所はここにあるのに、周りだって優しくしてくれてるのに、時々どうしようもなく寂しくなる。本当の故郷に戻りたくなるような、
そんな気持ち。だから約束する。コロロに寂しい思いだけはさせない。させたくない。俺がこのアンシャンテで故郷の空気を感じて心が安らぐみたいに、コロロにとって安らげる場所に俺がなれたら嬉しいって思うから。コーヒー、ごちそうさま。買い出しに出るとこだったんでしょ。コロロと一緒に見送るよ。キャー。ああ、それで本題は何だっけ。やたらデートに誘われるって話だっけ。いや、デートでしょ。男と女が二人きりで出かけるなら。みんなの報告を聞いた上で彼女の経過観察を行った限り、デート計画は成功のようですね。この調子で琴音をより本来の状態に近くなるよう励ましましょう。今のでだいたい察したけど、様子ちょっと伺ってみる。では次の作戦に移りましょう。今度は彼女に何か贈り物などを。ちょっと待った。次の作戦もいいけど、まだあと一人いる。君はまだ琴音ちゃんをデートに誘ってないよね。俺らにあんだけ偉そうに語っておいて、まさか自分だけやらねえとか言わねえだろうな。お？なぜ私までデートを行う必要が？我としてはそこで心から不思議そうに首をかしげることの方がよほど下せぬのだが。そこはもういるだからとしか言いようがないね。いる？僕たちは君の百戦錬磨な恋愛ゲーム経験に一目置いてるんだよ。ここは一つお手本として理想的なデートというものを僕たちに見せてほしいな、なんて。うん、言われてみれば私一人何もしないというのも不平等な話ですね。別にいいんじゃない。彼女の気分を晴らすって意味では結構な数はこなしたはずだし。いるわ。ほら、今回はプロデュース役ってことで無理に彼自身がデートしなくてもさ。ミシェルらしくないね。君こういうのはむしろ積極的に押すタイプなのに。それは。ミシェル、イルが外出することにやはり反対なのか。それはこいつは一人で放っておくと何するか分かんねえし、
あいつと二人で出かけんのも初めてだろうけどよ。そこまで過保護に見ることはねえんじゃねえか。実際俺よりずっと年上なんだしよ。みんなの意見もわかるんだけど、それでも心配は心配っていうか。イグニス・リンドンは私がデートを行うべきだと考え、対してミシェルは反対。ではカヌス、あなたの意見はどうです？我はそうだな、特に反対する理由はない。むしろすべきだと思うが。3対1で賛成が多数。よってその判断が最善ということですね。では私も彼女をデートに誘いましょう。じゃあ一応こっそりついてって様子見るとか。だからそれが過保護っつうんだよ。ミシェル、本来は君たち反則級のジンガイが外に出るのは僕も反対なんだけど、けどイルは世間を知らなさすぎるからこそ何をしでかすかわからない。そういうふうにも考えられないかな。それは一理あるね。ならこういう機会はむしろ活用すべきだと思うんだ。彼の社会経験としてさ。彼をずっとフォローしてくれたソワンさんはもういないんだ。自立、独り立ち、必要なことだろ。いる。改めて聞くが、多数決ではなくお前自身の意見はどうなのだ。私の意見ですか？そうだ、落ち込んでいる琴音に対して何をしてやりたいのか。我々はまだ一言もお前の口から聞いていない。私の意見。ミシェル、確かにデート自体は多数決で実行を決定しましたが、私も琴音を笑顔にしたい。うまく言い表せませんが、今の彼女にはいつもの柔らかな雰囲気がありません。彼女のためにできることがあるのなら、たとえ不慣れなことであろうと挑戦してみようと思うのです。はい、わかりました。コウさんです。確かに心配しすぎってのも良くないよね。好きな場所でデートを楽しんでおいで、いる。ただし彼女を気遣うのを忘れないこと。はい、それはもちろん。ミシェルと同じことを繰り返すようでなんだけどさ、次のデートも楽しんできなよ。あのイルが珍しく真面目な顔して考えてくれたんだからさ。
非常に困りました。自分が参加することを想定していなかったがゆえに肝心のデートスポットが決まりませんね。遊園地は遠いですね。移動だけで彼女を疲労させては意味がありません。先日行こうとした水族館ならば雰囲気も良かったのですが、予定通りリニューアル工事中ですし。こうなれば琴音に直接行きたい場所を訪ねてみましょう。というわけで琴音、断じて特に意味はない何気ない世間話なのですが、最近興味を抱いたり行ってみたいと思っている場所はありませんか？どこか思い浮かびましたか？はい。過去に私が起こした行動の各種からミシェルの気憂はもちろん理解できるのですが、ああ何度も念を押されてしまうと私の知能そのものを疑われているような感覚に陥りますね。
見てください、ことね。あそこ、あそこに。私の大好きな作品の新規書き下ろしパネルが。写真を撮ってきても良いでしょうか。申し訳ありませんことね。あなたを置いていくなど、つい興奮してしまい。いえ、それはまた別の機会で。少々お待ちいただけますか。私もあらゆる乙女ゲームをクリアしてきた身ではありますが、このようなデートのシチュエーション、今までプレイした記録の中には一つもありません。これでは私の趣味に付き合わせているようなもの。普通、女性の好みに合わせて場所を選ぶものでは。今さら悔いても仕方ありませんね。せめてこの会場内で好ましい反応がありそうなものを。お待たせしました、琴音。まず最初にコラボアクセサリーを見に行きましょう。はい、最近は有名なブランドとコラボし、ネックレスや指輪などを販売する作品も数多いのです。愛する作品への思いを直接その身につけることを可能とする、実に素晴らしい商品展開かと。あのことね、気に入ったものがあれば私から。すみません、ちょっといいですか。日本語って喋れます？私ですか。ええ、会話に必要な最低限の言語は取得していますが。あのすごくクオリティが高いコスプレですね。それ何のゲームのキャラですか。すごく綺麗なお顔だし、もしかして今日のステージイベントで登壇されるプロのレイヤーさん。確かキャラクターに扮する行為を楽しむ人々を指す言葉だったかと。
影させてもらってもいいですか？私もできれば一緒に写ってもらえると。このようなケースは初めてのことですね。ミシェルたちは不在なのでした。となるとことね、少しよろしいですか？このようなトラブルにはどう対処するのが最適？琴音、大丈夫ですか？怪我は？そうですか。私のこの姿はコスプレではなく、本来のあり方そのものです。故郷からやってきてまだ日も浅く、この国に溶け込める衣服を用意する時間がありませんでした。その結果、皆様に多大なる誤解とご迷惑を与えてしまったこと、心から謝罪いたします。ですがどうか、この人を巻き込むような騒ぎは、起こさないでいただきたいのです。そうなんですか。ごめんなさい、勝手に勘違いしちゃって。いいえ、理解していただけたのなら良いのです。このままお互い、この素晴らしいイベントを楽しみましょう。はい、行きましょう、ことね。少なくとも今ここにいた方々は同じようなことはしないでしょう。あれから体に異変は？無理をしているのでは？あの場で考えついた即興なのです。異国のものと思われているのならば、それを理由とすることで深く追求されないのではと。ええ、そうですね。ではこのドリンクを飲み終えたら、次は
調べ直しますので、もう一度待っていただいても。物販以外で他に何か。いえ、無理などしていませんが。イベント当選の機会が貴重というのは指摘の通りですが、しかし私の目的を優先しては肝心のあなたに有意義な時間の提供が。本当ですか？ですか？私の。それは気のせいでは。私に表情だけで他者を癒す能力はありませんので。確かにそう言われてみれば実感があるような気も。わかりました、ことね。あなたが癒されるというのなら、私自身もこのイベントを全力で楽しみます。では早速ですが、限定のランダムグッズ、その販売列に並びましょう。目指すは全物販店のグッズ制覇。素晴らしい、ことね。あなたにはランダムグッズを引き当てる才能があります。缶バッジの総数と一度に買える量から確率を計算するに、事後通販でも揃わない覚悟を決めていたのですが、まさか一度の会計で全てのキャラクターを引き当ててしまうとは。いえ、目当てのものは一通り買えましたし、あとは1時間後のステージイベントを観覧するだけなので、しばらくここで休憩をしましょう。
ことね。狭い空間とはいえ長く歩きましたし、喉が渇いているのでは。希望を言っていただければ私が何か買ってきましょう。冷たい。お任せ。なるほど、承知しました。それでは少々お待ちを。困ります。本イベントはチケット入場制ですので無許可で入られては。うっせえな、金は払ったんだから問題ねえだろ。おお、マジで女の子しかいないでやんの。しかも割と可愛い子ばっか。最近のオタクってバカにできねえな。あの、はい、あの時はお連れの人に迷惑をかけてしまって。いえ、そうじゃなくてですね、あの男性たちこっちに歩いてきてるんで、絡まれる前に逃げた方がいいですよ。たまにいるんです、女性向けのイベントやショップにナンパ目的で近づいてくる人。はい、わかりました。あの、気をつけてくださいね。あの手の人本当に強引なんで。お姉さん一人？よかったらここから出て俺たちとカフェとか行かない？じゃあその子も一緒に遊べばいいじゃん。その間も仲良くだべってよ。よ、スマホ持ってるよね。連絡先交換しよう。怖がられてやんの。ごめんね、こいつ考えなしのバカだからさ。お詫びに何でもおごるよ。お友達には連絡だけ入れといてさ、早く行こう。何をしているのですか？
お待たせしました。思ったより列の進みが遅く時間がかかってしまいました。こちらは何でもタピオカというものが入っているとか、もちもちとした愉快な食感が楽しめるとのことです。なんだこいつ、どこの国のやつ。おーい、日本語通じます？邪魔しないでほしいんですけど。ずいぶんと親しげに語りかけてきますが、彼らは知り合いなのですか？おお、これがナンパ。なるほど、本物の。女性との出会いを探すのは結構ですが、選択する場所を間違えているのでは？ああ？ここは乙女ゲームのイベント会場。ここに集う女性たちの目的は、愛するキャラクターたちの生きる世界を目で、同じ心を持つ同士と交流を深めること。つまりあなたたち、実在する異性と恋愛関係になることは意識の隅にすら置いていません。互いに求めている対象や行動方針が異なるというのに、なぜ求愛に応じてくれると思うのです？それともそれを承知で実行するほどに日常的な出会いに恵まれていない、もしくは単純な知能不足でしょうか？はっ！まだ、てめえ。それに何よりも、彼女は私とデート中なのです。邪魔をしないでいただきたい。なんだよこいつ、いきなり変な格好しやがって。あ、コスプレとかいうやつじゃね。男が天使とか気色悪い。オタク野郎はお呼びじゃねえんだよ、引っ込んでろ。拒否ということですか？であれば仕方ありませんね。手荒で申し訳ありませんが、物理的に彼女から距離を取っていただくことにしましょう。ようやく静かになりました。確かに乙女ゲームにはナンパイベントもつきものですが、いざこうして実際に遭遇してみると、やはり不快になるものなのですね。その相手があなたならばなおさら。
大事はありませんか？あの者たちに危害を加えられたりは。いえ、あなたが無事ならそれでいいのです。でした。ついこの姿になりましたが、人前だということを失念していました。ことね、この場は任せるとしましょう。我々がここに留まっていては、この霧による記憶の改ざんがうまくいきません。今のうちに会場から距離を取るべきかと。やはりあなたはいい人です。その心遣いだけで十分です。ということで、一気に飛びますので、しっかり捕まっていてください。おっと、暴れないでください。あなたに負担をかけないように風圧や重力を制御していますが、私あまり腕力には自信がないので、うっかり落としてしまうやもしれません。冗談ですよ。間違ってもあなたを落としたりなどしません。それよりも、見てください。ここから見える風景を。私は飛ぶこと自体珍しくもありませんが、この付近はこんなにも輝いた景色なのですね。人間界の都会はあまり美しくないと聞き及んでいましたが、決してそんなことはありませんでしたね。人の営みと光が共存する世界、ここは天界に劣らぬほど、いえ勝るほどに美しい。経過観察完了。これより帰還を開始。イルファドデリュー。
落ちたものだな。大丈夫です。100万回落ちたとしても、100万回キャッチしてみせますから。おや、気がつけばもう夜でしたか。外出していると時間の経過がいつもより早く感じられますね。そういう捉え方もあるのですか。ですが、うん、いえ、本日のデートを改めて振り返ってみたのですが、少々疑問が浮かびまして。乙女ゲームのキャラクターたちはもっとスマートかつ甘く主人公をエスコートしていました。それらと比較すると、今回のデートはその形式にあまり沿えなかったと思うのです。気づいていたのですか。それは想定外でした。あくまで自然に励ますというのが今回のデートのテーマだったのですが、しかしこれから起こることはさすがにあなたも予想していないかと。デートの仕上げとして私なりのプレゼントを用意したのです。でいただけますか。展開領域設定確保。誤差なしと判断。術式の合成を開始。求めるは光。我が歌に応じ、この落ちた魂に奇跡を与えることを許したまえ。ことね、デオ、私を信じて。どうでしょう。私はあなたに笑顔を送ることができたでしょうか。
以前ソーアが亡くなる直前彼に言われたのです。いつかお前も笑顔を与えられる側に甘んじず与える側に立てるようになれと。当時は誰に何のためにと疑問に思っていましたが、今なら彼が何を言いたかったのかわずかながら理解できる気がします。ことね、ここ数日のあなたは笑顔ではいても何かが違いました。言われずとも理解しています。あれは無理をして作っていた表情だったのだと。皆から聞きました。あなたは死んだパークスの群れを思い落ち込んでいると。ですがあなたはそれを表面化させることを良しとしなかった。それはある意味では評価されることなのでしょう。ですが、あの悲劇を忘れる必要はありません。あなたが気に病んでいる以上は仕方ないというつもりもありません。ただその上で顔を上げいつもの笑顔で笑ってください。私はあなたの自然な笑顔が好きなのです。それを取り戻すためならどのようなこともしてみせます。それこそ世界を敵に回すことさえも。いえ、あれは先日発売された乙女ゲームの主題歌ですね。五感が素晴らしく、砲術に用いてみました。なんとか無事に終わったね。あとはこっちに戻ってくるだけかな。ミシェル、いくら心配だからって覗き見はどうかと思うよ。つか、ため息つきたいのはこっちだぜ。朝っぱらから尾行なんぞに付き合わせやがって。いや、だってやっぱり心配だったからさ。心配が過ぎるのは確かだが、我としては良いものを見れたように思うぞ。基本は流されるまま受け身で生きていたイルが、自主的に誰かのために行動し、トラブルにも助言なしで対処するのは初めて見た。まあね、例のイベント会場では最後にちょっと過保護な魔王様が手助けしたけどさ。あれは過保護っていうかファインプレーの類じゃないかな。ま、それは抜きにしても確かに予想外の行動だったよな。どういう気まぐれ起こしたんだあいつ。思うにイルにも庇護欲というものが生まれたのではないだろうか。庇護欲？琴音が来る前のここでの生活を思い出してほしい。イルは
その性格と雰囲気によりどうしても我らから常に庇護される立場になっていた。しかしそこにごく普通の非力な人間である彼女が現れ、さらには今回のデートにて。琴音、大丈夫ですか？怪我は？彼女があの程度のことで危険な目に遭うか弱き存在だということに気づいた。つまり。ああ、なんとなくわかった。琴音は箱入りにとっちゃ守るべき位置に当てはまる初めての存在になったわけな。うん、今までは我々が率先して彼女を守っていたために実感が薄かったのだろう。どっちにしろ鈍いな。同感。けど彼にとっては結構な進歩と言えるんじゃないかな。ってことでいいことずくめだってのに、なんでこの魔王はため息ついてんだ？うん、いわばこれはヒナの巣立ちのようなもの。ミシェルの寂しさも理解はできるが、ここは素直にイルの成長を喜ぶべきだろう。いや、それもあるんだけどさ、へこんでる理由は他にもあって、イルの成長の機会を見誤ってた自分に微妙に自己嫌悪してるっていうかね。え、なにその反応。俺なんか変なこと言ってる？ミシェル、ブラコンも大概にしないと嫌われちゃうよ。ブラコン。これでも最悪の状況を想定してきたつもりだったけど、まさかそれを上回る事態とは。さすがに参ったね。リンドウ、追っ手は来ているでありますか？どうにか振り切ったと思う。これで一息つけそうだ。返す返すも申し訳ないであります。我々クーレイ族のために。別に気にする必要はないさ。これもお仕事の一環なんでね。と、次がお出ましだ。また追いかけっこでありますか？残念ながらね。しつこいやつだよ、まったく。やれやれ、これは今日中に琴音ちゃんのコーヒーを飲みに帰るのは難しそうだ。
なあ。おい、まだ買い物する気満々のそこのバカ店主。どうかした？じゃねえ。俺たちの今の姿を見て何か言うことねえのかよ、てめえは。犬扱いすんな。つか好きで首から下げてんじゃねえ。どう見てもこれ以上はモテねえだろ。うん、イグニスには重すぎたか。では代わりに我の首にかけてたな。重さの問題じゃねえったの。つかてめえの体のどこに首なんてパーツがあるんだよ。ところの今日はどこかでお買い物？お、カブタンとお姉ちゃんだ。二人でデート？おい、ちょっと待てガキども。俺の存在だけスルーすんな。じゃあ三人デートだ。そうだぞ少年、我々は単なる荷物持ちだ。つまり二股？どこでそういう言葉覚えてくんだよ、こういうガキは。では次のニュースです。の沿岸部で局所的に異常気象が観測されており、近隣住民に呼びかけるとともに気象台は警報を。なんだよ、急に立ち止まってどうした？ここからはだいぶ離れていると聞いた覚えがあるが。妙な色の空だな。まさに異常気象というやつか。ま、季節が4つもある時点で俺にとっちゃこの国は十分異常だけどな。
年中吹雪のベスティアのものならではの考えだな。この僕にゲートを見せてくれなさい。そう、輝かしい科学の未来のために、あとなんか僕とクーちゃんのために。我の記憶が正しければ今の声には聞き覚えがあるのだが。覚える必要がねえのになぜか覚えちまう声だよな。ダメに決まってるだろ。だって一応留守を預かってるんだ。ゲートに触っていじって電気流して味見して頬ずりしたいとか言ってる変態を奥に通せるわけないだろ。科学の進歩を妨げるやからめ。なあおかえり3人とも。君たちもカリアの半切れを魚に美味しいコーヒーでも飲む？まあ動かないでください。コロロ、あなたの食感はゲームプレイ中のクッション材に最適なのです。キュキュ。なんでここに GPM の変態がいんだよ。よくぞ聞いてくれたね、イグニス君。それはもちろんここにあるゲートの調査だとも。何かとうるさいリンドウが出張中の今がまさに千載一遇のチャーンス。今なら奴に止められることなく存分に調査。あれ、さっきはカリアの定期検査がどうこうって言ってなかった？確実に言っていました。検査に来ないから呼びに来たと。はっ、しまった。そうだ、そういう建前だった。ついつい本音が先に出てしまった。なんとも間抜けな自白だな。いや、そのこの店に来てるおかげで最近は調子いいし、この変人とか GPM とかこの変人とか林道さん以外はまだいまいち信用できないし。クーちゃん、クーちゃん、あの子さらっとひどいことを言ってる気がしないかね。そんなの別にいいし、子供じゃないんだから付き添いとかいらないよ。なんかお姉さんと弟って感じだね。ま、アンシャンテの常連はあいつより全員年上だしな。年下ってのは新鮮なんだろ。
何かね。はっ、もしやゲートに頬ずりしてもいいのかい。うん、そういえばここ4日間彼の姿を見かけていませんね。あれ、リンダのことだから君たちには伝えているものだとばかり。まあいいか。リンドはね、今上からの命令でとある無人島の調査をしているよ。けど現在進行形で襲われているらしくてね、確か救援要請が出てたと思うよ。いや、僕も詳しくは知らないけどね。まあ、リンドだし、生きてるよ、多分。トド、そんなことより、そこにいる首なし騎士君、ぜひ君の体を調査させてくれたまえ。ダテンシ君も興味深いな。ダテンするというメカニズムには大変に興味があるからね。そしてとっておきは魔王、素晴らしきカナアンシャンテ。このレア人外のフルコースには僕も研究者として目移りしてしまう。何をするのかね。僕は人間になど興味は。はい、喜んで説明させていただきます。その調査チームにリンドも含まれていたというわけか。そして現在スパルトイとやらに襲われ、まともに連絡がつかないと。試しにスマホへと連絡を飛ばしましたが、反応はありませんね。ねえ、それってつまりリンドーさんがピンチってこと？じゃあ助けなきゃまずくない？ああ、あいつなら心配ねえって。そう簡単に死ぬ玉じゃねえよ。どうせそのうちひょっこり顔出して、いや死ぬかと思ったよとか、そんな感じで済ませんだろ。そりゃそうかもしれないけど。どうしたの？リンドーが心配？
もしや宣告、商店街でテレビに映っていた島か。ダメ。実家も林道も心配だから様子を見に行きたいって話でしょ。危ないからダメ。まあこれまで気楽に異世界へ連れて行った俺たちが言えることでもないけど、人間界では逆に俺たちも好きにできないからね。いざという時君のことを守りにくくなったら困るし。それじゃこういうのはどうかな。君を連れてくのは反対だけどさ、代わりに俺とイルが様子を見に行くとか。まあ林道がどうこうって心配はそんなにしてないけどさ、君が気になるなら仕方ないかな。私も同行するのですか？戦力的にはミシェルだけで十分かと思いますが。人探しはイルに任せたいってこと。いいから林道ごと島を吹っ飛ばせって言うなら話は別だけどね。幸い新作のゲームも発売日前ですし、協力するのにやぶさかではありません。発売日後だったら協力しなかったのかてめえは。となると我とイグニスは留守番か。我も空を飛ぶことができればな。その分俺たちが頑張ってくるよ。どうにも救出意欲の湧かないお姫様だけどね。あ、琴音の実家が近いならついでに親御さんへ挨拶とか。日頃からお世話になってます的な。だとしたら駅前でいい感じの東京土産を買っていかないと。あわよくばゲートを調べられたらとかちょっと期待したんだけどな。さすがにガードが固かったか。残念だったね、くーちゃん。やあやあ、ジョッシュ君じゃないか。珍しく長期の有給を取っていたけど、有意義な休みは過ごせたかな。皇帝だ。そう、ならよかった。それにしてもどうしてここに。今回は僕、君に迎えを頼んでないよ。まただんまりか。
相変わらず何を考えてるかわからないというか。まあ君の立場からしてどうせ彼関連なんだろうけど、どうして君はやけに彼にこだわるのかな。いい加減関係を教えてくれない？拒否する。私は相応の働きを持ってお前に対価を払っている。それ以上の情報を要求あるいは強制するというのであれば。おっと、わかったわかったよ。そんな怖い顔しないでおくれ。こっちも君に辞められたら困るし、事情に深く突っ込むつもりはないさ。
おい、こら、琴音、さっきからバタバタうるせえんだよ。何やってんだ、てめえは。何やら、ドアベルも鳴っていたようだが、今の音は一体。琴音？は？あいつ、どこ行った？起きるであります。起きるであります。どうやらスパルトイではないみたいでありますな。むむむ、このものは見た目からしておそらく人間であります。いや、まだ油断はならないであります。こう見えて起きたら口から火を吐くかもしれないであります。よかった。目が覚めたでありますな。むむ、我らは埴輪ではないであります。先の質問、ここがどこかという話でありますが、ここは島であります。ああ、人間たちは天崎島と呼んでいるでありますよ。
とまずこの人間に危険もないと分かった以上は森に向かうのが先決であります。この通り浜辺は見通しが効くのでむしろ危険なのであります。スパルトイの奴らがうろついているのであります。見つかったら即殺されるのであります。ささ、移動するであります。詳しい話は後ほど。今はただ我らに続いてほしいのであります。それにしても我らの存在に驚かぬのでありますな。大抵はそこの説明もろもろに時間を食うのでありますが、おお、そういうことならば話は早いであります。我らはまさにその人の言う人外クーレイ族と呼ばれている種であります。静かに。君がおとなしくしてくれれば危害を加えたりしないよ。ただ向こうのやつに気取られないよう静かにしてほしいんだ。いいね。言ったか。突然悪かったね。それじゃあ手を離すから、まだできるだけ静かにね。やれやれ。それで君は地元の子かい？なんだってこんな時期にこの島に。琴音ちゃん？本物だよね。どうして君がここに？リンド、この方は浜辺で一人倒れていたのでありますよ。現状この天崎島はスパルトイだらけ。あのままでは危険と判断し、リンドの元へ連れてきたのであります。いや、それはナイス判断だと思うけど、待って、ちょっと待って。
まさか君、一人でここに？ミシェルたちは？休憩させてほしいね。リンド、そこから退避を。敵生体の沈黙を確認、破壊を完了しました。おじさん救出戦隊魔王&天使到着でね。助けてくれてどうもありがとう。ただできればもう少し優しくしてほしかったよ。ミシェルにいる？安全面は十分考慮していましたよ。リンドーが反応できず巻き込まれる可能性は 11%、 致命傷となる確率は 7.5% 程度でした。結構無視できない確率じゃないかな、それ。そこはほら、俺たちの信頼っていうかさ、リンドーならまあ大丈夫かなって。それはそれは、熱い信頼で涙が出るよ。というか、なんで彼女までここにいるんだい。助けに来てくれたのはありがたいけど、そこは君たちがちゃんと止めるべきで。なんで彼女がここに？え？あれ、君たちが連れてきたんじゃ。僕はてっきり君たちと一緒に来た後にはぐれたと思ってたんだけど。いやいや、違うって。仮に連れてきたとしてもはぐれるような真似はしないよ。私もミシェルと同意見です。ともかく一旦ここを移動しよう。ベースキャンプとまでは言わないけど、少しはまともな場所を確保してある。現状の把握や彼女の状況は全部そこで話し合おうか。これは地震？いえ、違いますね。揺れてるのはこの空間一体そのものか。一つ説明の手間が省けたね。みんな上を見てくれるかな。